超料理の森山チャンネル。今回は画像にある食材たちを使ってですね、埼玉県民、埼玉県民なのか、埼玉市民のソウルフードと言われているスタミナラーメンを作ってみます。まあ、実際の分量はちょっと知らないんで、まあ、麻婆豆腐っぽいっていうか、そういう物体だなっていうのは視覚的に分かってますから、この材料を用意しました。まずは合いびき肉で、生姜、ニンニク、そこにちょっと彩りで人参、あと玉ねぎの、あ、玉ねぎじゃねえや、長ネギの青い部分、そこに長ネギ、玉ねぎ、そしてトマトソースが少々余ってたんで、トマトソース、それに豆板醤、甜麺醤ですね。で、基本的にはあんかけみたいなスタイルなんで、水溶き片栗粉。まあ、これは一応この分量だけ言っとくと、15g の片栗粉に、それと同量の水。で、麺はですね、何回か、1回ぐらいか、登場してる、マルちゃん製麺の豚骨醤油で作っていこうと思います。そして、まず、ごま油。大さじ1。こうですね。大さじ1。で、また、ご存知のようにちょっと、間延びするとおります。オイルが、まだこう、滑らかなうちは火力が弱いですから。ま、ちょっと間延びしすぎるから今回は、ひとまず、炒め始める。あ、いや、もうこのまま行こう。はい、こう炒まってからですね、まず合いびき肉、これを炒めていきます。まあ、ここでのポイントはですね、火力が上がるまではあまりいじらないと。まあ、いじっちゃうとですね、炒めてるんじゃなくて水分が出て煮ちゃうになっちゃうんでね、火力が弱いコンロだと、ちょっと、大変になってくるんですけど、ちょっとこのまま、ノーカットでお送りしたいと思います。まあ、まだ、こう、ピチピチピチとちゃんと上がってるというか、炒まってる感出てますね。まあ、でも全くいじんないのもあれなんで、ちょっと、さっと、ちょっと火力が上がるまでは、優しくいじります。まあ、これ麻婆豆腐とかも、ただひき肉を炒めればいいんじゃなくて、少しですね、香ばしさを出すというか、そういうのが本来の作り方。まあ、私、基本は、ベースはフレンチって言い方しますけど、やっぱりね、まかないをいっぱい若い頃に作った関係上、いろいろそういうお勉強もしてきた経緯もあります。まあ、わかりますかね、これでね。まだ炒まってますね。炒まってる。ちゃんと油がピチピチピチってやってるんで、これ、間違うとですね、こう水分が出てきて、ただ、シャーっていう煮た音になっちゃうんですよね。そして、じゃあ、そろそろちょっとこう、ほぐしていきますね。ほぐしていきますよ。はい。あ、多少、わかりますかね、香ばしくなってきたんだ。はい。ね、少し香ばしくなってます。ここでです。ここで、ニンニク、ジュワン。はい、これで少し香りを。火力は今、中火ぐらいに落としました。もう、ニンニク入れてるんで。あ、ニンニクの香りが出てきた。このところで、生姜。はい。まあ、ひき肉がだんだんいい具合に、香ばしくなってます。はい、ここで生姜とニンニク、これで香ばしい、香ばしいと香りも出てきましたので、ここで
ねぎ、でん。はい、玉ねぎ入れました。もう火力はもう今もうこれいつものかなり弱くしてます。はい、まあ、これでちょっと玉ねぎの甘みが少し出てくるまで炒めます。はい、これでここまで炒まったところでちょっとですね、今度は人参、まあ、本当は人参先に入れてもいいんですけど、今回の人参はですね、彩りのつもりで使っただけなんで、いう感じです。まあ、こんだけ細かく切ってれば、どっち先入れようが何しようが、どうにでも後がなんとかなると。はい。で、こう見えますかね。ひき肉がかなり香ばしい色になってるのが。ここまで、こう、持っていくと。まあ、実際のスタミナラーメンと、どのように作られてるのか、俺は全く知らないんで、ビジュアルで見てこんな感じなのと、麻婆豆腐というか、まあ、そういう中華の本来の作り方の合いの子みたいな空気感で作っております。で、ここに、長ネギ、でん。はい、これでほぼほぼ、具材は、まあ、炒める的な具材は、全部投入しました。はい、これで南蛮が少し香りが出てきたんですね。香りが出てきたところに、ここでまず豆板醤、まあどうなんでしょうね、小さじ2ぐらい、そして甜麺醤同じく同量、おい、はい、入りました。これをまた香り出ししてください。香り出し。はい。これ香りが出たところで、トマトソース。はい。出したね。出した。まあ、ノーカットですからね。もう結構長いですね。まあでもちょっとカットしづらいですよね、これが。はい、そしてここまで来たら水です。100ぐらい。まあこのお肉の分量とかも出してないんで何ともいないですけど、これスーパーで買った時に、まあ約 100g でした。110ぐらい。まあ今、水は50ぐらいしか入れてないですけど、ここに、じゃあ、もう全部、100。だからお肉100で水100。あとの野菜は、まあ何回かもし、出張料理の森山チャンネルを見ていただいたら、ココットのサイズで加減してもらえたら、と思います。すいません、細かい分量を、基本あんまり出さないですよね、やってます。今、火力は全開にします。全開です。はい、温まってきました。温まってきたらですね、少しだけ煮ますね。なんで煮るのかって言ったら、お出汁ですね。お出汁合いびきから出るお出汁みたいな、まあ使うのがマルちゃん製麺ですからね、もう十分美味しいんで、まあこれでちょっとだけこう、まあ、ひき肉からのお出汁と、野菜からのお出汁、みたいな。まあ、そういう空気感なんですけど、で現在まだ一切使用してないんです。でも、一応、味見します。うん。まあ、さすがに、ちょっと、塩。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。塩ですね。ここにですね、ちょっと隠し味で薄口醤油、小さじ1ぐらいですかね。はい、これで入れました。そしてここでですね、今日のメインポイント、
った栗粉でつなぎます。まあ、つなぐ時のポイントはここで一旦火を止めます。そしてこれ全部入れるかどうかはちょっとあれですけど、ひとまずこう混ぜと全体が混ざるように混ぜ混ぜ、はい、こういうふうに濃度がつきますね。見てください、濃度がもうこれだと多分通常のスタラーよりも、どっちかって言ったらもう麻婆豆腐よりの粘度なんで、料理とはこんなもんです。少し水を足します。 50cc。 はい、でここで再加熱です。でこの入れた時点で片栗粉自体でこう濃度はついてるんですけど、まだ全体が完全につながってるわけではないと。だからこっから粉っぽさを飛ばすっていう感じで、まあ水のその時の水分量にもよるんですけど、粉っぽさをなくす。あとつないだ後にね、少し煮込むとこうやってまだこんだけ粘度が出てくると。これで粉をですね、まあ全体に混ぜることと粉っぽさをなくすというので少し煮込みます。でこれ今こう結構の粘度がありそうですけど、野菜からの水分もその後出たりするんで、ちょっと粘度が濃いぐらいにしてした方が、食べるタイミングにもよりますけどいいんじゃないかと。すごいな、結構長くなってきたな。ノーカットで12分か。まあ今量少ないんでね、ちょっと1分ほどこの片栗粉の粉っぽさをなくすのに煮込んでるって感じです。多分これベシャメルソースとかね、粉系のやつの時も必ず粉っぽさが飛ぶまで煮込むとか、そういう作業が入ると思います。ただまだ麺を茹でてないんで、ひとまずここまで。事前にですね、ここにマルちゃん製麺に入ってる液体スープと、先ほど準備した長ネギ、あとすりつぶしたごま油、薄口醤油が入っております。ではこれから麺を茹でます。まあ麺を茹でる様子はですね、紹介いたしません。では盛り付けていきます。まず一応麺が茹で上がりました。これがですね、麺の撮影は本当に何回も言いますけど大変です。もう時間との勝負。はい、そしてそこにこの先ほどのあんですね、あんにこれです、これを投入。はい、混ぜ。でこれを混ぜたらですね、そう、多分この今日作った量で2人前あるんじゃないかと思いますけど、こうですね、ドワーッと半分ぐらい、はいと入れます。まあもうちょっと入れようかな。はい、具だくさんでいけ。はい、これで俺のスタラーの完成です。これから食に入ります。おっさんの食シリーズ、今回は片栗粉のつなぎ方、まあそういうご希望もあったのもありますし、まあ埼玉市民のソウルフードである俺のスタラーってこれ以上傾けられないよ。そしてですね、麺なんで伸びるんですよ。早速いただきます。まずこれがあんです。あんとプース混ぜて、吸ってんな、うまいんですけど吸ってます。やっぱ麺の撮影は大変ですね。ですけど、まあこのあんかけの、あ、まあ、量が少ないとね、まあ、量が少ないのが普通でしょうけど、家で作るんなら。まあ、どちらにしてもその片栗粉のつなぎ方をお伝えできればと思っての、プラス、まあ、僕自身は、1回か2回ぐらいしかスタラーって食ったことないんですけど、まあ、それにインスパイアされて、俺のスタラーを作ってみました。何かの機会があったら、お試しください。